白樺の森に木漏れ日の花、スズランのベルを風が鳴らすよ。あ、なんか結構、ち、え、せ、う、うん、ちょっと待って。制服着とるんやけど。オーブを求め旅を続けるアイナたちは、クレイムラン王国を訪ねるが、街は氷漬けになっていた。一行が女王シャールに化けていた魔女を退治すると、氷は溶け、町と住民は元の姿を取り戻す。アイナたちは玉座の間で再び魔女に騙されそうになるが、エッケハルトの起点でその正体を見破り、ついに魔女を改心させる。こうして事件は一件落着し、一行は女王から念願のブルーオーブを受け取るのであった。よくぞ戻られたアイナ殿。おう神よ、この者たちに聖なるご心のあらんことを。さあ、ということで、この街も全部ね、クリアしたんだけれども、とりあえず次のヒント何ももらってないよね。おっと、縄文で待てた間、何をしたかって聞くのはなしだぜ。俺たちにはまだたくさんやることが残ってるんだ。早く次の目的地へ行こうぜ。古代図書館からわざわざ本を持ってくるなんて、ロー様は勉強熱心なのですね。でもあれはどんな本なのでしょう。アイナさんは知ってますか。知っていたら後で教えてください。いや。もうおじいちゃんたら、せっかくかっこよく決めたのに、あの本のおかげで台無しだわ。普段はすごい呪文を使うし、頭もよく頼りになるけど、肝心なところが抜けてるのよね。めっちゃ怒っとる。ローちゃん、あんな本見るなんて不潔よ不潔。アイナちゃんはああいう本に興味ないわよね。大人とはいえ、勇者なんだから、世界が平和になるまでお預けよ。厳しい。怖いよ。違うんじゃ。無風本はとても高く売れるから、ユグナー復興の資金にしようと思ったのじゃ。祖国の復興という崇高な目的のために恥を忍んで持ってきたというのに、こんなひどい仕打ちがあるか。もう、ロー様変わってないわ。お孫さんの手本になれるようにしっかりしてって言ったのに。もうこんなことがないようにきちんと怒っておかないと。そんなことはどうでもいい。そんなことはどうでもいいんだよ。これからどこへ向かうかなんだよ。どこへ行けばいいんだい？ヒントは？クレイムラン王国の隣には、航海術に詳しいバイキングが住んでるんだ。悪い奴らじゃないんだが、少々荒っぽくてな。もしバイキングのアジトに向かうなら、用心した方がいいぜ。ふんふん、そこに向かえばいいかな、とりあえず。おかしいな。港の桟橋、最近修理したばかりなのに、やけに傷んでやがる。手抜きしたわけでもないのに、こんなに早く傷むもんかな。気づかないうちに数ヶ月は経ってる感じだ。そんなに氷漬けにされとったってこと？やばいやん。やばいやん。マジか。何言ってるんですが、そんなに安売りできるわけないでしょ。え、季節に遅れたからだって。もう何回同じことを言わせるんですか。いつも遅れていることは謝りますが、今回は絶対遅れてませんって。いや、多分数ヶ月遅れてるんだよ。ちょっとその値段高すぎますよ。取引の期日に遅れたんだから少しくらい安くしてください。え、だから遅れてないって？まだそんなこと言ってるんですか。遅刻くらい素直に認めたらどうですか。てか、何この世界にカレンダーとかそういう概念はないのかい。ないのかい？見ろよ。カレンダーを見れば今日が何、カレンダーというかあれだな。テレビとかスマホとかないのかよ。はい、出発します。じゃあとりあえず、あそこに向かえばいいってことか。なんかびっくりマークがついてるとこ。じゃあそこに向かいましょうかね。なんか奥まっとるところ。めっちゃざっくり言うけど。何かしら奥まっとるところに入って行けばよろしいと。なるほど。地図見たら行き場所がちゃんと書いてくれてるのはいいね。楽ちんだね。おう。へい。来たぜ、一瞬だけ可愛いおじさん。やっつけます。セクシービーム。マルティナのセクシービームもどんどん強化されていきよるけんね。セクシーさに磨きが。磨きがかかっているので。ふぅ。いいね。うわ、栄養補給しだした。いやー。しかし、私のとどめの一発。オッケー。はい、それじゃあ、向かいましょうね。こっちの方角で、違う、おりません。おりません。で、ここでワープして、ワープした先が多分、プチャラ王の近くなんじゃないかな？
でもあそこに飛んで、あそこからなんだ、どこに行くんだ。はい、ワープします。はい、移動。これで、あ、そっか、とりあえずそこに降りればいいかな。はい、メダチャット地方降ります。多分このメダチャット地方でその話が出たはずやけん。違う違う、ごめんね。撃った。撃ってしまった。しかもレベルの差があるから、撃ったところで寄ってこないっていうね。こっちの方でいいんかな。なんか久々、あ、めっちゃ普通になんか水の中に入っていきよった。この辺のモンスターちょっと弱すぎやろ。もう見た目からして弱すぎやろ。もう逆になんか見逃してあげてっていう感じの。かわいそうなアルミナージ。でもずっとさ、あの辺のってもっとちっちゃいイメージやったのにさ、アルミナージとか絶対あれ人が乗れる大きさよね。あ、王立メダル女学園、小さなメダルをお持ちの方大歓迎。この看板を左へどうぞ。やった。お、あれは、なんかメタルスライム散歩させよる。メタルだらけやん。メタ、何やった?メタルナイトやったっけ?それなんか私モンスターの名前全然覚えれんねよね。あ、これ?あっという間に着いたやん。やったね。着いたぜ、メダル女学園。やったね。あ、めっちゃ綺麗。私こういう学校に通いたかったよね。日本にこんな学校あるかどうかわからんけど。テレビでよく見るやん。なんかテレビの学園ドラマとかってこういう感じあったりするやん。なにこれ、あれやん。あれやん、あれ。ポケモン不思議のダンジョンの中のポケモンの学校やん。めっちゃそっくりじゃないあれ。これ絶対そっくりやって。リップスあれ、でかくね。え、気持ち悪い。絶対でかいやん、あれ。女学園やのにあれない。学園長とか、女の人じゃないんやね。おじさんなんや。白樺の森に木漏れ日の花、スズランのベルを風が鳴らすよ。あ、なんか結構、ちょっと待って。制服着とるんやけど。あれ、モンスターでしょ?生徒なの?なんであいつ一人だけ着てるんだ。てか一人だけ制服違う。赤い制服着とった。なんなんやろ。なんか違いがあるのか。うすげえ。キレがあるね。キレがありますね。かっこいい。はい、皆さんよくできましたな。今日も一日素敵なレディを目指して頑張るんですな。気をつけ。お、委員長かな。ごきげんよう。あ、そういう感じ。ごきげんよう。モンスターもちゃんとやってる。はい、ごきげんよう。かわいい。かわいい。あの、一人だけ制服違うの気になる。いやいや、お客さんとは珍しい。何かご用ですかな?お、なになになに?怖い。旅の方。非常に誠に驚くべきことだ。わかります。私にはわかりますな。すんばらしい。あなたはとんでもない才能を秘めておりますな。顔でかくない?話せば長くなります。こんなところで立ち話は何ですな。校長室にいらしてくださいな。てか思うんやけどさ、女学園に男のお客さんが来たって怪しすぎん?うわ。なに怖い。怖い。あ、男の人おる。先生かな。ようこそ旅の方。ここは、王立メダル女学園。この学び屋に集うのは、素敵なレディを目指す少女たち。人はこの学校をメダ女と呼ぶぞ。メダ女。なるほど。どうなんそれ、ダサくない?ダサくないっすか?旅人さん、メダル女学園へようこそ。この学園のメダル校長は、小さなメダルを集めているの。もし校長先生に用があるのなら、校舎の正面玄関から入って、目の前に見える小屋にいらっしゃるわよ。ありがとう。私びしょびしょになった気がするけど大丈夫かな。めっちゃ綺麗やね。花だらけや。てかね、女学園ホイホイ入っていけるとかちょっとどうなんそれ。1!2! はい!何しよん。え、何してんの?めっちゃ気になるんやけど。ね、これ何しよん。
3。ピキー、熱き悪いスライムじゃないわ。この体操はね、小さなメダルを美しく優雅に拾うための体操なの。熱きのこのアレンジの効いた動き、ぷるっとした体にぴったりで、とっても美しく優雅でしょう。メダルの拾い方とかどうでもいいわ。拾えよ、普通に。取られるよ、その間に。ふん、ざます。まったく校長先生も物好きざます。こんなごくごく普通の少年に学園内をうろつかせるなんて。メダル学園は世界一の名門女子校。未来の素敵なレディに関わる紳士は、それなりの品格が必要なんざます。校長先生が認めても、生徒指導たる私は、あなたを認めたわけではないざますよ。くれぐれも生活態度には注意するざます。別にここで生活しないから。てか先生やったんや。入ってまっすぐの小屋、これか。あ、すごい、なんか、すごい。綺麗、めっちゃ綺麗なんやけど。なるほど。こうなんか、中に庭があるみたいな感じになっとんやね。失礼します。どうも。して、私に用とは。よくぞ参られましたな、旅の方。私の名前はメダル校長。そしてここは王立メダル女学園。素敵なレディを目指す乙女の学校ですな。我が校では授業の一環として、世界中のありとあらゆる場所に散らばる小さなメダルを集めております。メダルを集めることで世界を知り、素敵なレディに必要不可欠な優れた知性と教養を身につけるんですな。あなたをお招きしたのは他でもない。私はあなたの澄んだ瞳に見たのです。青空のように広がるメダル集めの才能を。そんな才能。しかし、非常に誠に辛いことに、ここは女子限定の学校ですからな。入学を許可するわけにはいきませぬ。入学したいとは言ってない。だがしかし、あなたほどの才能を枯らしてしまうのは非常に誠にとっても惜しい。そこで、今こそメダル校長の権力を行使し、類稀なる才能を持つあなたを、我が校の客員生徒として認めましょうぞ。少女やって。さあ、それでは、晴れて我が校の客員生徒となった証に、メダルスタンプ賞をお受け取りください。こっちの返事を何も聞かずに淡々と進んでいく。なんか、後ろ何帽子ぽいね、なんか。アイナはメダルスタンプ帳を手に入れた。そのスタンプ帳はあなたが集めたメダルの枚数を記録しておくものなのですな。今後、小さなメダルを私のところに持ってきたら、その枚数分だけスタンプを押して差し上げますな。スタンプをたくさん集めると非常に誠に良いことがありますぞ。さあ、楽しいメダル集めの始まりですな。小さなメダルをたくさん集めて、私のところへ持ってきてくださいませ。王立メダル女学園へよくぞ参られましたな。今、アイナさんは6万小さなメダルをお持ちですな。では、スタンプを押しますぞ。ほいほい。すげえ、スタンプラリーみたい。イエイ。アイテムゲット、なにこれ。おめでとうなんですな。スタンプ5個を達成ですぞ。守りのカードをあげるんですな。あ、そういうことね。さあ、これで、アイナさんが貯めたスタンプの数は6個になりましたな。これが10個になったとき、風の帽子をあげますぞ。頑張って集めてくるんですな。了解。この辺のは？やったーやったー。これあれじゃないの？あの、校長めっちゃ見よるけど。校長が集めてたやつじゃないの？勝手にもらっていきますけど、この辺の全部景品ってことかな？もしかして。そんな感じするね。この学園内にもありそうですな。口癖が映る。ん？入れるような部屋はないのかい？あ、ここ部屋？部屋だね。あ、ここ宿屋か。宿屋というか保健室というか、教室の中やもんね。お、クエスト、不思議だわ。私、副校長のグレイスと申します。先日、図書室の本を整理していたら、古い本の中に一冊の人気帳を見つけました。おそらく、卒業生が残した日記なのですが、最後のページに書かれていた不思議な伝言が、どうにも気になって仕方ないんです。旅人さん、もしよろしければ、日記に書かれた不思議な伝言について、ちょっとした調べ物を頼めないかしら。メダル女学園にいるグレイス先生に卒業生が残したという古い日記に書かれた不思議な伝言を調べてくれないかしら、と頼まれた。ふんふん。どうもありがとう、旅人さん。早速だけど、日記の最後にはこんなことが書かれていました。私の青春をここに埋めるわ。夕方、思い出の木の影が伸びる先へ。どうか受け取って、私の親友。偶然かもしれないけれど、まるで私にあった伝言のようで、気になって仕事も手につきません。なんたって私の青春にも、公園に入ってブランコの木の下で、親友と語り合った思い出があるんですもの。ですから、メダル女学園の校庭に行って、
日記帳の伝言が何を示しているのか調べてきてください。本当は自分で調べたいけれど、放課後は副校長の仕事が忙しくって見に行く暇がないの。急なお願いで申し訳ないけれど、よろしくお願いしますね。最後にもう一度手紙の内容を言いますよ。私の青春をここに埋めるわ。夕方、思い出の木の影が伸びる先へ。どうか受け取って、私の親友。なるほど。何跳ねてるの？わあ、美味しそう。食堂ここ。私は給食委員長のメイジーだわさ。ドーソンさんの手作り給食のメニューをお兄さんも知りたいでしょ？任せてよ。メインディッシュはユグノア王国伝来、失われし伝説のソーセージ。バンデル小麦のふわふわ白パンに挟めば、超高級ホットドッグの出来上がり。ドルダの高原レースも忘れずにね。スープは母ちゃんの味、ホワイトシチュー。デザートはダーハルーネ直送、極上ケーキと、ナギムナーの、新鮮南国フルーツだわさ。ふふーい。考えただけでお腹が空いてきちゃった。早く給食の時間にならないかな。もうなんか今にもつまみ食いしそうな。お、私入れる。ガッチャ。君もこっち側に来たいだろう。給食作りは体力勝負さ。年頃の女の子が可憐な野の花と思ってるなら、それはあんたの思い込みだよ。あの頃の胃袋はギガンテスより大きい。出した給食はパンのカス一つ残りはしないんだからさ。まあ、美しさは丈夫な胃袋からって言うし、お腹いっぱいご飯を食べて素敵なレディになってもらわないとね。なるほど。まあ、それはいいことだわね。命の木の実。よっこらしょっと。まあ、結構ね、あれをね、女子校って基本的にちょっとね、騒がしいっていうもんね。やっぱこう、共学とかで男子がおらん分、女子同士で好き勝手な話ができるという、まあ男子がおろうがおらまいが好き勝手な話をする人はするんだけども、それが普通以上にできるということでしょう。お、綺麗やなー。この空間すげー好き、私。いいな、校長いい場所におるな。これは生徒なのかな。はあ、ショックだ。私、メラ女子新聞部長のメープル。時間をかけて作った壁新聞が折からの突風で飛ばされちゃったの。今後の特集コーナーはルイジ先生の恋のお悩み相談室でみんなが楽しみにしていたのにな。これからすり直すのは無理だから、今回は諦めて次号の発行を目指すよ。はあ、今回は自信作だったのにな。そっか、あれか、みんなモンスターさえもメスなわけだね。女学園だから。なるほど。なんか忙しそう。何してんの？どこ行くのね。ねえってば。なんて見えない見えない。よいしょよいしょ、トレーニングですわ。私にとっての素敵なレディーは、お休みの日にグロッタ闘技場で出会ったレディーマッシブ様なのですわよ。喋り方と動きを真似したけれど、あの素敵なボディにはほど遠いから、一生懸命体を鍛えているんですわよ。レディーマッシブ、それってあれじゃないかい、あのシルビアさんじゃないかい。やったよね、きっと。メダル女学園に勤務して早40年。数え切れない生徒の育ちを教師として見送ってまいりました。いつまでも現役と思っていましたが、私も年を取りました。この学校を去る日も近いでしょう。なんかこっちの方に。ここかな？教室かな、これは。あ、教室っぽいね。私がおらる。誰だ？あ、なんかすげえ！見てこれ！黒板にチョークで書かれてる、めっちゃすごくない？これ。やばうま。いいこと？この学園で暮らす者の心得として、学園の東にある会長の幽谷には、むやみやたらに立ち入ってはなりません。あの谷の主は凶暴な極楽鳥。彼らはキラキラ光るものが大好きで、光るものを巣に持ち帰る習性があります。あなた方のそのキラキラとした瞳は、宝石のように輝いていますから、あの谷に近寄れば命の保証はできませんわ。詳しいことは学校の図書館にある会長の方略という本に書かれています。最低3回は読んで理解を深めておきましょう。3回もそんなにいる。そんなにいらんやろ。あとは図書室に誰かいるっぽいね。とりあえずお話を聞きましょうか。どの子だ？この子か。私はこの学校で一番読書家よ。図書室にある本だったら全部読んだことあるんだから。
最近のおすすめは会長の宝玉って本なの。メダル女学園の東にある谷に暮らす極楽鳥たちの習性が書かれているのよ。なるほど、繋がってた。てかもう結構夕方になってきたかな、もしや。いや、そんなことはないか。あ、どうも。さっさかさ。綺麗好きな私としては、この学校の図書室は埃っぽくって、どうしても許せないのよね。なんでもこの学校に関する貴重な本がたくさん置いてあるらしいんだけど、古くて壁臭くって汚い本ばかりなの。旅人さんみたいに探求心のある人には宝の闇かもしれないけどね。だし。わ、噂の本人ご登場。メラ女史上初めての客員生徒。それも男の子。わー、すっごい。初めてなんや。普通に渡してきたけん、今までにもいっぱいおったんかと思ったけど。あれ？なんか。待って、この横になんかない？あ、入れんかったわ。入れんかったわ。あ、これ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 。ここになんか、うん、興味深い。誰かいたのね。私のおばあちゃまは植物学者で、子供の頃私と同じようにこの学校に通っていたのですよ。おばあちゃまはこの木のことを太子様の記憶の器と言っていました。一体どういうことなのでしょうね。学校を卒業するまでにこの木の不思議を解き明かして、植物学者になるのが私の目標です。これは、旅の思い出を写しますか？どういうことだ？何が起きてるのこれ。あ、すげえ、何これ、こんなのがあるんや。違う。はい。要は、今までの、なんか、イベントが見えるってことかな。そういうこと？ぽいよね。ぽいよね。なるほど、そういうことか。はいはい。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。